私はこうやって証明しました。三平方の定理。中学校の数学で習う公式。三平方の定理。直角三角形の三辺の長さの関係を表す定理であり、直角三角形の斜辺の二乗が他の二つの辺の二乗の和に等しい。三平方の定理をピタゴラスの定理と覚えている人も多いと思います。諸説ありますが、その名の通りピタゴラスが証明したことからこのように呼ばれることも多いです。ピタゴラスは古代ギリシア時代の数学者で、紀元前6世紀に活躍した現代数学の祖と言っても過言ではない人物。彼は若くして知識を求めて旅立ち、古代オリエント世界の各地を回り、幾何学や天文学など様々な知識を学び、数々の研究に勤しんだ。そこではピタゴラスの定理以外にも、音階が比率で表現できるピタゴラス音律の発見や、あらゆる事象は数から成り立っており、すべて数で表すことができる。万物は数なりという名言も残している。ではそんなピタゴラスは一体どのようにして三平方の定理を発見し証明することができたのか。今回はその経緯を見ていきたいと思います。ある一説では、ピタゴラスは寺院を訪れた時、床のタイルの模様からピタゴラスの定理を発見したと言われています。寺院に入った時、床のタイルの模様がこのようになっていました。直角二等辺三角形が並んで形を織りなしている模様ですね。これを見たピタゴラスは、このタイルの模様、三角形の長さの関係がわかるではないかとひらめきました。ピタゴラスはタイルの模様をこのように考えました。縦のマス1個分を A、横のマス1個分を B、斜めのマス1個分を C とし、一つの直角三角形を見ると、直角を挟む2つの辺を一辺とする正方形は直角三角形が2個分になり、2つの正方形を足すと直角三角形4個分。また斜辺を一辺とする正方形を考えた時に、面積は直角三角形4個分となる。このことから、斜辺を挟む2つの辺からなる正方形の和と、斜辺からなる正方形の面積が一致することを発見した。その後、ピタゴラスは定理を証明するためにこのような正方形を考えました。一辺が A たす B である正方形において、その内部に一辺が A となる正方形、そして B となる正方形を作ります。点 EH、 点EF を結ぶ線を引き、この2つの線は辺の長さが A、B である黄色い長方形の斜辺となり、長さを C とします。そしてこの C によりできた三角形を、それぞれ三角形丸1、丸2、丸3、丸4とします。次に三角形丸3の F を支点に右に90度回転させ、丸4を H を支点に右に90度回転させると、このような図になります。中央の正方形の面積は C の2乗となり、 A の2乗と B の2乗の和と等しくなり、 C の2乗は A の2乗足す B の2乗が成立しますね。では最後の四角形を使って数式でも見てみましょう。大きな正方形の面積は A 足す B かける A 足す B で表されます。またA と B を2辺とする直角三角形を考えたときに、斜辺の長さを C とする4つの三角形の面積と、その三角形に囲まれてできた一辺が C の正方形の面積を足すことでも示すことができるので、これらを数式に当てはめるととなり、展開して両辺の 2AB を消去し、両辺を入れ替えると、 C の2乗はA の2乗足す B の2乗が成立し、すべての直角三角形でこの定理が当てはまることを証明したのでした。そしてピタゴラスの定理の証明は、彼の死後多くの学者たちによってあらゆる方法でその定理が証明されることになり、今日まで続く最も有名な現代数学の祖として語り継がれることになったのです。そしてこのピタゴラスの定理は現在様々なテクノロジーに生かされています。カーナビの位置情報は三平方の定理を使ってその精度を高めています。衛星と地球までの距離、そして衛星と車の距離、2つの情報をもとに三平方の定理に当てはめることで、
衛星 B と地球を最短距離で結んだ時の地球上の点 C から車がいる点 A までどれだけ離れているかを計算することができます。これらの情報を3台以上の衛星が同時に行うことで車の位置を特定させることができるのです。このように三平方の定理は現代のカーナビ技術への応用など我々の生活の支えになっているのです。いかがだったでしょうか。歴史上の偉人たちの発見や証明はニュートンのリンゴの木のように身近なものから生まれているものもたくさんあります。今後もこのような偉人たちの発見や証明の歴史を紹介、解説していきますので、今後もご視聴いただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。